恭平さんが知らなかった単語があるんです。なんだっけな。俺が思ってるやつと違う。エコ放送じゃなくて。エコ放送は今日の朝で、この前あったじゃん。なんで知らなきゃ。裏キモだ。裏キモだ。ああ、知ってますよ。裏キモ知らなかった。裏キモ知らなかったんですよ。やめてもらっていいですか。そういう風に見えちゃうんで、結構一応頭いいやってるんで。え？なんて？どういうこと？俺の顔に空気が当たった。やばい、このゴロゴロ止めないと。止めて、いける。恥ずかしいからやめて。え、よそ見になってる。よそ見すんな。あお関東ベイブ。なんか来た。なんか来た。よそ見すんな。ほら、こっちの方がキラキラしてる。してないでしょ。してないでしょ。かっこいいよ、こっちの方が。何を言ってんの。僕中学に学ランでしたけど、固くなに着なかったから。学ランも。じゃあもうね、リヒちゃんの姿は激レアということで。私、チキンで、ああいう時どうしたらいいか分からなくて。マヤはチキンじゃない。告白しようって決意した。